こんにちは、ともぞうです。本日は、ちいろさんと、けいさんと、めぐさんにお越しいただいています。はい。軽くご紹介すると、ちいろさんは、不女子と、アイドルの時に話をしていただいた、ドルオタで、不女子で、広告代理店で働いてる、バディキャリーみたいな。そうですね、ちいろです。3度目の登場になります。すごい出てる。もう何回も。5度目か。5度目ぐらい。そう。あとはね、こう、狭い部屋に男女二人でいると、ちょっといろいろ問題もあると思うんで、今日はご友人というか、漫画に詳しい K さんにお越しいただいてます。K です。で、さらにその、ご友人のメグさんにお越しいただいてます。メグです。よろしくお願いします。でまあ今日は何の話をするかと言いますと、今日のまあ、午前中から午後にかけて、東京グールの舞台挨拶付き上映会を。行ってきました。行ってきたんで、まあ映画のね、感想、これがなんと7月29日、去年で言ったらシン・ゴジラが公開された日ですよ。ああ、そうか、あれからちょうど1年経って公開された、まあ、っていうぐらい、まあ公開されてほやほやの作品を見てきたんで、はい、まあ、これはね、ちょっと見た順位的に言うと、多分全国でも早いブルーに入ると思うんで、もうサクッと感想を言って、サクッと配信してしまおうという回ですね。はい、はい。で、ネタバレ全開で、かどうかわかんないですけど、まあ、ネタバレの可能、図らずともやっちゃう可能性もあるんで。原作あるんでね。そう。もう、展開とかも、ね。漫画だいぶもう。何万部も売れてるでしょ。そう。2400万部らしい。2400万部印税いくらでしょう。印税、それ計算しないわけじゃないですか。一冊あたりいくらだなっていう感じ。泣きそうだぜ。意外と入らないという噂の印税です、ね。そんなことない。いやでも仮に一冊10円だとしても、2億4000万。10%入る。ということで。はい。まあ、図らずともネタバレの可能性は多分にしてあるんで。はい。ちょっとネタバレが嫌だなって思う人は、こっから消してください。そう、こっから消して。そう、で、見てから、これを聞いてくれるといいかなっていう感じですね。イエーイ。ね、というわけで、早速ね、本題の方に入っていきましょう。というわけで本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでちょっと内容に入っていきたいんですけど、もしもちょっとざっくり感想を言ってみます？この前にステータス言う？あ、確かに。原作に対する。確かに。じゃあちょっと僕から言うと、そのこの映画を見る段階で、原作は、さらーっと一回発行されてる部分を読んで、もうほぼ内容を忘れてたぐらいな感じで。辛いよ。だから今日見て、お、こんなストーリーだったっけぐらいな。おう、おうって感じです。ちいろさんは、私は本当で無料で2巻まで、1巻を見て、今日映画を見て、その後2巻を読みました。その後は、超特急、私が紹介したアイドルの超特急の小笠原海君が出演しているので、はい、見るつもりではありました。はい、もともとね、ケイさんどうですか？私は前職がアニメ雑誌やってたんで、がっつり、回ってて、アニメの方に、宣伝の方に。今、声優さんたちに会ったりとか、まあ、全然まだ原作じゃない、実写化が決まる前だったんですけど、まあ、記事とか書いたりはしてましたけれども、それが、2年前とかなんで、はい、ほぼ内容忘れてます。じゃあまあ、結構新鮮な気持ちで見れたかなっていう。まあ、本当に久保田正孝、さん推しで。今日なんて言いますかね、久保田さん、久保田くん。久保田さんで。さんで。さんで。さん付けでいきましょう、じゃあ。はい。めぐさんどうですか？めぐさんはですね。めぐさんだけ映画見てないですね。そう、めぐさんはですね、すごい、もし聞いてる方で同じ人がいたら超嬉しいんですけど、まだあんまり怖い、漫画が読めないっていうステータスが元々あるため、東京グールは友人たちが面白いって言ってるのを横目で流しつつ、アニメも見ず、今、無料版のサンプルの漫画の第1話を読んでいるところですね、ステータスとしては。パッと見どうですか？これは、その、グロが苦手な人にはいけそうな。結構きついなっていう。なんか、女の子がグールになった瞬間を見て、あ、無理って思ったところです。そうですね。なので、皆さんの感想を聞いて見に行くか決めたいと思います。まあ、というわけで、総じて聞いてみると、あんまりその原作の熱心なファンはいないかな。いや、そんなことはないですけど。どこまで読んで全部、金賞に入るまでは全部しっかり見てるし、
アニメも見てるし、アニメのポスターのラフも書いてます。おー。ラフも書いてたんですか、はい、すごい。これ一番近いところにいる。一番近いところにいます。一番近いところにいる。じゃあ今日は一番詳しいのが K さんっていうことですかね。そうだね。まあ今回映画は4回目で。まず今日2回見てますか、はい、そうですね、本日。しかも30分もインターバルないぐらいで見てる。2回も。トイレ行っただけだったね。ね。まあっていうぐらいのステータスってことですね。まあなんでまあみんな割と映画を新鮮な気持ちでは見れたかなっていう、はい。映画を見に行った。そうですね。そう。漫画は漫画、映画は映画ですからね。そうですね。ざっくりとした感想を伺ってもよろしいですか？感想。はい、じゃあ、千代さんからいきます。ゆうきは地元の原作ありきのこういう日本の邦画の大手映画会社が作る映画には期待せずに見るタイプなんですけど。うん、耳が痛い。予告編の段階で今もうすぐ公開してるものしてないものありますけど、銀魂ジョジョ、ハガレン、ハガレンあたりの中では一番クオリティ高そうだなとは思ってて、うん、でも私話しほぼ初めての面白かったですよ。普通にアクションシーンも割とちゃんとしてるな、まあ、ただやっぱりちょっとだいぶこうショートにしてる分、うん、ちょっと人間関係の構築の仕方とか、うん、主人公の気持ちのこう、うん、なんだろう、変わっていく様はちょっと大味すぎるかなっていうところはありますが、まあ、うまく話はまとめつつ、まあ、結構みんな役者がどれも結構ハマってる感じがして、うん、ケイさんどうですか？そうですね、最近の見た、まあ、某自社映画たちはちょっともう私は喋りたくないぐらい嫌いなものが多くて。何すか例えば、例えば。B から始まるやつですか？バーなんとか。バーなんとかですか？バーなんとか。サムなんとか。どれだ？わかるわかるよね。原作が大好きなものがちょっと。あれなんかあったっけ？あれよかったよね、定位手品くじ最高だめっちゃよかった。見よう、みんな続編を作ってもらうために DVD を買おう。手品くじはここ一番だったから、そこまでの感動は、まあ、そうですね。まあ、ちょっと作品の、まあ、なんだろうな、描きやすさもある。うん。まあ、でも、久保田正隆さんが主演をして、ひどいことになることは確実にないと思ったし、映画としては、でもなんか、その漫画、その某漫画原作を実写化している。そう、レイプはしなかったし、私は漫画を描いていて、漫画を、その自分の漫画がやっぱり映画になるっていうのは、一つの目標であったりするんですけど、こういう人たちが作ってくれるんだったら、すごく嬉しいなって思う人たちが作ってるんだなっていう、なんか、その、制作陣からの愛をすごい感じて、舞台挨拶もそうだったんですけど、ちゃんと読み込んでるなっていうのと、まあほんと、アドリブもすごい入ってて、で、抜かれてるセリフもちゃんとその、抜かれた理由があるっていうのもちゃんと喋ってたし、そういう意味では本当に全体的に愛を感じて、ちょっと VFX 日本、っていう感じはあったんですけど、まあ、すごく実写化としては成功しているのではないですか。続編待ってます。なるほど。めっちゃいい評価や。いや、いい評価ですね。はい。久保田正隆さんが出ているのは、素晴らしい、なるんです。そう。ちょっと後ほどその役者さんにフォーカス当てた話をちょっとそれぞれお伺いしようと思ってるんで。すいません。いやいやいや、謝ることないですよ。まあ、僕の感想は、ざっくり言うと、三つ、パッと思い浮かぶんだのがあって、まず一つは、蒼井優さんが出てるんですけど、うん、もう金がね、いい子の役しかやってこなかった女優さんっていうイメージがあったんで、うん、今回割とこの悪女的なね、ポジションにいたんで、この珍しいいいもんが見れたなっていう、感慨深いところがあったなと。そう。そう、あとさっき言ってたその VFX のところで、なんか割と、なんか職種プレイ的な感じじゃないですか、全体的に。なんかうにゃうにゃ。あ、なんかざわざわざわって動く。なんかちょっと長いものが。で、それ見たときに、これちょっと多分伝わんないと思うんですけど、
レンジャーものあるじゃないですか。あ、わかる。特撮っぽい。そう、特撮っぽい。そう。で、その中でも、なんか大レンジャーっていう、なんか中国の気候を操る戦隊ものがあったんですけど、それの第一話にすげえ似てるなって。で、それを見、それの記憶がすごいあったんで、日本の技術はすごい高まったなっていう。確かにね。特撮の悪役の怪物たちの、造形にすごい似てる。そうね。だからなんか、受け入れやすかった感じがした。うん、もちろんその海外の対策って呼ばれるものと比べたら、まあ、ちょっとレベル的には、そう、比べるとちょっと厳しいものあるかもしれないですけど、このこと日本だけで見ると、まあすごい歴史を感じるなっていうのを勝手に思ってたところ。まああとは、ちょっとこれは K さんにも言いましたけど、映画見てる間にずっと誰かが何かを食ってるんですよ。なんで、ちょっとお腹空いたなっていう。それ関係ないし。それが、頭おかしくないって私は思って。え、それを食べてるってのは人間を食べてるとかじゃなくて、普通に映画館の中で。いやいや、あの映像の中で。でもどっちかっていうと、グールがご飯は食べられない、普通のご飯は食べられないっていう人種だから、人種、だから、逆に気持ち悪くなるはずなのに、そのだって馬の糞の味とか言ってるのに、それをなんか飯テロとか言ってるから、はぁみたいな。やばくないですか？ずっと誰かが何か食べてるんですよ。クールなんですか？クールじゃない。クールじゃない。それはさ、美味しいサンドイッチとか食べてるわけだね。一応出てくる。そう、美味しいサンドイッチも出てくるし、ね、一応なんかその、食べれてたものが食べれなくなるってところにフォーカスを当てるために、なんかたい焼きを食べたら、後で、ペみたいな。いないところで、人間がいないところでわからないように食べたりとか。それやばくないですか、その感想。それで飯テロって言ってる最後が。ここに肉食べたいの。いろんな感想があることがね。夕飯で食べようかなみたいな感じで。怖いですね。すごいなぁ。なんかでも、いや、やっぱもうこの年になると、やっぱりもう、なんか人の肉を、まあ、正直ちょっとメタ的な視点になっちゃいますけど、はい、まあ、いや、人の肉、違う違う。カニバリズムの話ですか？違う。違う。博士じゃない。食欲わかんない。私でも、ゾンビ映画とか見ると、ホルモン食べたくなるんですよ。ああ。今回の映画は、その食べたものを吐き出すとか、まずいっていうシーンが多いから、食欲には繋がらなかったの。ちょっとメタ的な視点で見ると、本当に人の肉を食べてるわけじゃないじゃないですか。ちょっとそのメタ的なところで、なんか注視して、多分一個距離を置いて見ちゃってたってば。なるほど。はい、一枚で。一枚。そう。私、感情移入型だから、もう完全にもう、カネキに感情移入して、ああ、もう美味しいもん食べたい、みたいな。かわいそう、と。でもサンドイッチもなんか。ね、なんか多分すごい自分の味だよ。全部だって肉も生臭く感じて、その辺の描写もちょっと欲しかったな、私。久保田正孝くんの演技に感情移入しないあなたはちょっと頭がおかしいんじゃないですかね。久保田さんはすごい良かったと思いますけど、あのね、そうですね。あと、私について言って欲しかった。原作でさ、すごいさ、カネキがさ、こと細かいその人間の食事がいかにまずいかを言うじゃん。何々のようだみたいな。それちょっと茶化されるシーンとかあったし、うん、あれちょっと面白かったから入れて欲しかったな。いや、もう映像だったよね。ひたすら入ってて。あんまり、漫画結構コミカルなシーンあるとか、バッサリ削除はされてた。割とシリアス寄りな感じ。シリアス、完全シリアスだったな。もうちょっとコミカルなシーン。笑いはなかったね。笑いの要素がゼロだった。だからそういう要素も、そういうじゃったの。それはそれでまあ、確かにテンポが悪くなる。笑いはなかったね。一つの判断かもね。笑いはなかった、ね。シリアスに。ハマケンがちょっとだけなんか、いるのが面白いみたいなぐらい。ハマケンがね、いるだけで面白い役者さんだから。あいつもグルだよ、みたいな。あんまり、あの、掘られることなくいきなり現れて、いきなりなんか、あの、あと、この、前野さん。で、前野さんはさ、大阪芸大の監督ですね。そうなんです。そうなんです。前野さんはすごい。でもいい役だった。でもいい役だった。いい役だった。心を許した瞬間に。すごい一つ思ったのが、ちょって言ったの面白くなかった。覚えてる。わかる？細かすぎる場面選手権。いや、あの演技がちょっと面白かった。っていう。前野智也さんはすごいいい役者さんなので、皆さんよろしくお願いします。あれだよね。CM の、どうしようかな。
か。そう。ああ、一寸法師。一寸法師役何や。あ、一寸法師の人か。一寸法師の人です。あ、あの人か。監督から役者に。一応監督もまだやってるんじゃないかな。でも役者としての、あと、霧島とかにも出てる役者さん。ああ。そうなんです。あそこでバーって出てた役者さんで、それまではあんまり、あ、でもリンダリンダリンダの。そう、山下監督の作品によく出てる。最近は霧島ですごい思い出した。まあ、友達の、神木の友達役で。そうなんです。はあ、雑誌、映画雑誌。あ、そうそう。映画秘宝。映画秘宝をバッてやられて。そう。そうだ。そう。そう、その人なんです。すごい年齢差ある。ええー。あ、でもそんなに年齢差ないわ。86年生まれだわ。あの人ちょっと待って、同い年なんだけど。年齢バレちゃった。で、まあ、さ、もう一個は、その、まあ、監督さん、僕監督さんはあんま知らないんですけど、なんか演出のところで、珍しく感情を吐露しない方がだなって思いました。そう、その功罪はあるにしても、なんかよくあるパターンとして、なんか思ったことをなんかとりあえず表情にもして、なんか口でも言っちゃって、ちょっと大味だな、みたいな感じになるのも、まあ、邦画がちょっと多いなと思ってたんですけど、この映画に関しては、あんまりなんかそれぞれが思ってることを口にしないんで、そこは個人的には良かったな。そうですね。やっぱ説明っぽくしない。そう。なんか、これ言ったらちょっと語弊があるけど、まあ、中二病にこう刺さる作品。うん、そう、そう思った。だから、余計に多分、こう、うん、言葉にしないキャラクターが多い。うん。うんうん、まあ、中高生がやっぱターゲットかなっていう、うん、印象は。どこだっけ、ヤングジャンプ？これはね、ヤンジャンですね。週刊のヤンジャンプ。うん、超中二病。世界観はそうですね。まあ、ツッコミどころは、まあ、多いっちゃうけど、まあ、うん、まあ、そこはね、置いといてって感じで。眼帯はありがたい。眼帯は。本当だ、眼帯してる。眼帯もね。眼帯、マスクもこんなかっこよい。久保田正孝さん。私結構これも怖いなって思ってましたね。ね、これ怖いよね、こんな。これ怖くないですか？ SM でしか見たことない。私、東京ドールが流行った時に、みんな、ビジュアルが確かにちょっと強烈だよね、このマスクは。こんなものが好きなんてみんなすごいなって。これでなんかこう切り替わる感じがあって好きだ。この演出は。映画のシーンでここが良かったみたいなのあります？これはもう、カイ君がもう、頭から突き落とされた。あ、そうだったの？カイムシの。いや、もう、もうね、嬉しかったよ。ね、だって、カイ君は、どんぐらいの、こう、ちょい役なのかなと思いながら見ると、一応なんかこう、事前に出てくる感じだと、わ、うん、ーってって、周りにわーって言ってるだけで、うん、で、なんか漫画読む感じで、あ、襲われるシーンあるなと思って、うんうんうん、どこまで、この子をボコボコにする、どういう演出でしてくるかなと、うん。結構原作がなんか腹や、なんか苦しいとこをひたすら執拗に蹴る感じのいやらしい暴力シーンだから、それそのままだと見たくないなと思って。うん、でもそれをなんか結構ね、ってこう動きのあるアクションで一発で仕留める感じは、うーみたいな。カイ君、カイ君頑張ったーみたいな。当日に一気にガッて行かれた。行かれた感じがなんかいや、よかった。そこ確かに高まった。カイ君そう、今日のその舞台挨拶で登壇されてたのが、小笠原海さんでした。超特急の小笠原海さんっていう方で、まあ、なんすかね、正直映像で見るより生で見た方がかっこいいなって思いました。かっこいい。そう、スタイルが超いい。そう、スタイルがすごい。顔がちっちゃい。首が太めで長くても首が綺麗なんだよね。うん、あとちょっと、その本編の中では、なんか茶髪じゃないけど、オレンジの髪だから、ね、でも今日登壇されてた時は真っ黒の髪で、うん、彼は絶対黒髪の方がかっこいいなって思いました。でもね、海君は超特急の中でもすごい髪色をコロコロ変える人で、過去にはピンクとか青とかいろんな色してるので、ぜひ写真を漁ってみてください。この小笠原海さんは、超特急の中ではどういうポジションなんですか？まず担当は神秘担当。神秘担当？神秘担当？スマップで例えると稲垣吾郎さんみたいな。いや、なんか、不思議ちゃんの神秘じゃないんだよね。ミステリアス。へぇー。王子様キャラってこと？ミステリアス豪車になってて。豪車？豪車？超特急って、電車だから、一号車、二号車。超特急の説明を簡単にすると、うん、7人組のメイン。でも、メンバーの中では一番頭がすごい良くて、番組とかあるとすごいまとめたり進行する役をする、しっかり者に。ポジション。最近よく見ます。まあ、その役どころ、本編での役どころとしては、主人公の親友役っていうポジションで。うん、ファンから見てどうでした？彼の。すごいいい役もらえたなと思って。よく初めてのね、対策出演。演技の方はよくされるんですか？いや、映画に
出るの3本目とか、ちゃんと出るのは役をもらって。まあ、だから多分、まだまだこれ、こういう大きい作品に関わっていくと、もっと演技良くなるかなとは。決して演技下手ではないけど、やっぱりちょっとまだ、伸びしろがあるかなと。ちょっと頑張れって部分も正直あるので。いい経験になったね、カイ君。よかったね。どこもいいじゃん。アクションシーン。保護者。保護者だ。で、目の前での久保田君という名演技を多分目の前でこう、見てるからすごくなんか刺激を受けただろうなっていう。そうでしょうね。いやでもひたすら久保田くん本当に演技うまかったというか、久保田くんじゃなかったらこの映画こけてたかもなって正直、うん、思いますね。結構わーってうめいたり苦しむシーンが主人公多いけど、うんうん、下手にやると多分すごい見ててしょぼいというか、うん、痛々しい感じになるところをなんかちゃんと成立させてたなと思って、うん、目の動きとかね、ね、すごかったなと思って。アモンに馬乗りになる最後のシーンとか、ね。いや、あそこね。クライマックスの。どこから声出てるんだろう。すごかった。なんか独特の笑顔しますよね。もともとちょっと不思議な顔だし。そう、ね。なんかラストも私1回目見た時に笑ってるって印象持って、んだけど、2回目見たらなんかちょっと寂しそうな顔してるなって思って、あれ絶対でそのカイ君のこと考えてるシーンでしょあれは。そうそうそう、で3回目見たらまたなんかどっちとも撮れない感じで、で待って4回目見たらちょっと笑ってるのかなみたいな、なんかすごく微妙な口の動きをしていて、でも繊細な表情の作り方をするよ ね、 ね、すごい顔の演技がすごいなって。口もだし、今回口がすごいフィーチャーされる映像が多かったから、うん、口をよく見てたけど、なんかそのどっちとも撮れるなみたいなのが、うんうん、今回の映画すごいアップのなんか寄った絵が多いなっていう、今言ったように口元もそうだし、うん、なんか最初は目のドアップから始まるし、確かに、うん、充血した目のね。そうそうそう。最後は充血してないんです。そうそうそう。あれね、なんか何の説明もなくいきなり、あの、涙で治ったのかなみたいな。そう。設定が結構説明がない。そう、なんか割と、そう、あんまり説明はないんで、その、クインケっていきなりワード出てきて、私はクインケと、そう、角眼マスク。カグネとクインケはどっかで触れてもよかったのかな、原作ファン以外ちょっと分かんないよね、そうちゃんと聞いてればあるんだけど、なんとなく、ね、そうだから正直だからそのワードが出てきた時に認識できなかった、うん、知らない単語だったんで、多分これのことかなって、まあ、憶測はできるレベルではあるから、うん、まあいいっちゃいいけど、もうちょっとなんかうまく、うん、なんか最初の、あの会議のシーンとかでね、うん、ちょっと入れちゃったりして、秘密兵器がありますみたいな、それがこれみたいな。ちょっと一応説明しましょう。途中までこの武器が捕らえたそのグールから作られてるっていうのは、うんうん、知らなく分かんなくて、途中で、あ、そういうことなのかな、まあ、それぐらいあの推測しろよっていうことであれば全然いい、うん、まあまあ全然あの読み取れるレベルではあった、うん、ワードはちょっと造語だからなっていうのはちょっと結構振り落とされるんだよって感じ、結構びっくりするぐらい、あ、ね、それはなかったね、まあ、でもそこに確かに説明、まあね、あの方になると、ね、そう、ちょっとそんなことわざわざ言わない、もうみんな知ってる前提でしょみたいな世界観的に、原作があるからってことかもしれないけど、うん、ちょっとケイさん、カグネについて説明してもらっていいですか。カグネはなんかどういう仕組みなんだろうと思って、グールの捕食期間、めっちゃ読んでる、めちゃめちゃ読んでますね、体内より放出された RC 細胞を自在に動かすことで、はい、捕食だけでなく、はい、攻撃にも使用する、はい、カグネまたはカグネを材料にしたクインケからのみダメージを、はい、おー、あ、じゃあ普通はダメージを受けないけど、クインケ、クインケ、クインケっていうのはあの CCG が作った武器、そうそう、あと CCG っていうのはこう対グールみたいなね、そ、警察みたいな、そうそうそう、が作った武器がクインズで、要するにグールのカグネと CCG のケインズじゃない、クインズ、クインズっていうのがクインケ、覚えられない。いや逆だからちょっと。確かに映像で説明してた。確かになんかいろんなもので金木がこう攻撃した時曲がっちゃったりして全然ダメージなかったのが、そうそう、最後の最後でね、あの戦闘シーンでぶつかって、うん、あ、クインケだとなんか攻撃できるっぽいなっていうのがなんか、うん、それはなんか鉄パイプで殴っても効かないし、直接なクインケとカグネがこうぶつかり合うシーンがあんまなかったもん、ね、最後まで。トウカちゃん傷つくのも腕とかだったから、そうだよね、なんか
グールに対抗するためにグールっぽい武器を開発したのかなみたいな最初思ったら、うんうん、あグールの一部使ってんのか、うん、それはえげつないなみたいな、うん、でもそれもちょっと最初に出た方がパパだったママだった CCG のさ ね、うん、なんかあの残酷さが、うん、そうね、私さっき漫画を読み返してその最初この捜査官が使ってた武器はお父さんで、それで奥さん殺されるわけで、そうそうそう、そのショックはあんまり描かれてなかった、うん、涼子さんの、だから涼子さんがそれはやめてっていうね、そう、それはなんか首飛ばされるのは嫌なのかなとか思っちゃった、うん、旦那の旦那で殺されたくないみたいなね、旦那さんの確認で殺されたくはないと、だからよくよく見ると最初その旦那さんがやられてるところに、そう出てるんだけど、出てるんだよね、ちょっと分かりづらかった、そうそう分かりづらい、後で後から分かるって感じ、もうちょっと象徴的な死体とかを使ってもよかった、うんうんうん、大泉洋はなんか結婚してるっていう。あ、まあ、あれはなんか。もう一瞬だったし。指輪でね。まあ指輪とか最後に、その、あ、これ言っちゃっていいよね。あの、墓地のシーンがあるときに、うん、あの、お母さんって奥さんと息子、息子か娘の。あれでも、あれ、指輪は、そう、指輪とその墓地でダブル説明してる。そう、奥さんいたんだっていうので、あと墓地出して。奥さんも死んでたんだ。そうそう。まあきっと殺されたんだろうみたいなこう含みがわかるような。原作の方では彼大泉洋さんの役はもうやられちゃったんですか。はい、そこまで聞いてないな、うん、第何巻ぐらいで覚えてないです。2巻ってどこら辺までなんですか。今回のその映画は第何巻ぐらいまで。5巻ぐらいじゃない。結構5巻ぐらいで言うと、今日2巻読み終わったのがお母さんは死んだな。にわかお母さんまで殺されちゃって一回、あ、そうだ、トウカちゃんが第一回目の攻撃を仕掛けて、傷を負って帰ってくるあたりから。二巻で、うん、結構結構進む。トウカちゃんってのはあれですね、あの、清水ふみかちゃん。清水ふみかの演じる。今、名前はちょっと覚えなさいですけど。シンデレキャラですね。そうですね、なんかもう理想的な。理想的な戦う強いツンデレキャラ、うん。そう。そうですね。あとこの少年たちの夢が詰まった先生。このマスクはどういう意味があるんですか。顔がバレちゃうから。あでもなんかふみかちゃんクライマックスでマスク一切してなかった。あ、そうしてなかった。でもあれはもうバレ、顔バレちゃってるから。あ、なるほど、ね、見られちゃってるから、ね、見られたってことは殺すぞみたいな、うん、もういいと見られた人には、うん、しょうがない、しょうがないっていう、あ、じゃあ別にそれ以外の意味があるわけではないですね。わけではない。なんかここら辺もすごい中二病心の、グッとこさせる。かっこいいからつけてるぐらいの。そう、そう、もうそれ以外の理由はないっていう。一応まあその普段は人間として暮らしてるわけだから、うんうん、もう人間としての、うん、道徳心的なものをしてるというか。人とグールの時の自分がこう、うん、一致させしちゃうと捕まっちゃうから、あ、まあ、身分隠すための、あとなんか仮面ライダーのこの変身ベルト的なね、うん、そのスッチみたいな、まあそのかっこいいからってのあると思う、うん、見た目的に強くはならないし、ね、気持ちが、ね、パッと見に人と人が戦ってる絵になっちゃうから、マスクしてるとやっぱグールと人が戦ってるなっていう絵にはなるし、ウタさんかっこいいし、あとやっぱりこの金木くんがさ、やっぱ最初はグールの目を嫌で隠してたのを、うん、グールのマスクではそっちを見せるっていう、うん、そのそれによって彼の心もちょっと変わるし、うん、ちょっとそのグール側に最初はどっちにも馴染めないっていう葛藤が原作でもうちょっと描かれてるんだけど、うん、グール側に受け入れてもらえたみたいな、うん、自分のグールの部分を認めてもらえたみたいな、そういうところが、うん、気持ち的なところに入ったっていう、なってるから結構このマスクはビジュアルで、すごいちょっと話変わるんですけど、はい、原作を今思い起こしたら、うん、モノローグめちゃくちゃないね。ないです。僕の、うん、のさ、心の声。僕の物語を、これ、もし仮に僕を主役に一つ作品を書くとすれば、それはきっと悲劇だ。っていうさ、1話の終わりかなって割と完璧だと思うの、私、うん。1話中ですか、ね。漫画、ね、漫画として。ケイさんも1話中なんですよ。それをやってないっていうのが、カットしてるっていうの結構すごいなって。うん、映画でここは出てきてる。出てきてる、はい、な。これだって絶対予告編に入るじゃん、もし。うん、これ私だったら入れる。でしょ？入れます。あんまりだから、悲劇の主人公にしたくなかった。うん、なんか結構なんか、割となんか、前向きに。前向きにね。ね、苦しみつつも。前向きになるのが、原作より早いな。なんかワールドワイドな作品にしようとしてるから。なるほど。怒り新宿は人気ないからね。もうちょっと内向的で、原作の方が、なんか、もうちょっと哲学寄りになっているというか、うんうん、正義とはみたいな、うんうん、こういう
まあ、でもこういうそのなんか対立する二つの組織のなんか間に立たされるっていうのは昔からある手法で、あの、まあ、もののけ姫もそうだし、ナウシカもそうだし、あと、設定的にアジン。アジンね。すごい似てるなと思って。あれどっちだっけってなっちゃった。まあ、彼の場合は人間と思って生きてたけど、もともとアジンだったって設定だけど、途中で人間からその違う事故をきっかけにアジンになるというよりは、アジンに気づくっていう。僕は完全にアジンの方が、あの、読んでて楽しいなって。あんまり悲劇的はないけど。そうさ、友人、そう、主人公がサイコパスだし、なんか、カネキの場合はさ、自ら望んでないのに、望んでないのに、避けられたかもしれないのにグールになってしまうっていう、ちょっとかわいそうな設定があるけど。悲劇性がね。アジンの場合なんか、頭やばいよね。この子、主人公。主人公も感情移入ができて。いやいや、もう最新刊ではちょっとずつ情が。あるんだ。出てきてます。私、ない方が好きだな。あの、いや、そこがすごい、作品的には、あると見せかけて、あ、やっぱない。ないと見せかけて、やっぱあるみたいな、微妙なライン。そうなんだ。そう。なんかこの友人の存在がすごい似てるなって。あ、そう、似てる。すごく明るくて、正義感があって。100% 応援してくれる。何があっても主人公のそばにいてくれる、太陽みたいな、似てる。キャラがいて、で、そのグール側だったり、アジン側のそのトップをまとめてる人たちと、それを取り締まる人たちがいてみたいな。そう。あと、髪の敵のね、あの髪の色、敵っていうか、あの、人間側のトップの髪の色が白いっていうのもね。なぜ白いんだろうみたいな。やっぱ白と黒が。そう、なんかこう、バリバリしたものがこう、自分の体から出たり、背後から見えたり、なんかすごい共通点あるな。確かに、なんか、あと両方科学的だよね。なんか、科学的になんか細胞がどうのっぽいのかしらっていう、ね。なんか、アジンを倒す方法、なんか、雨には弱い、水には弱い。リアルな。なんか、生物学的な感じで、なんか、それを解明していくところとか、うん、結構似てるな。似てる。まあ、ちょっと、アジンの映画化には正直ちょっと。いつ公開なんですか、アジンの方は。だってさ、佐藤さんがさ、たけるさん。ってさ、若すぎるか。綾野さんはちょっと若かない。違う、もっとさ、怖い おじさんに演じてほしかったの、佐藤の役は。あー、確かにね。ニコって笑って。じゃあ、誰ならよかったんですか。あー、岸辺一徳。いいと思います。目細くて、いいと思います。うん、ずっと目細いんだけど、うん、いざという時にカッて目見開く、うん。確かにちょっと、そうかもしれないですね。ちょっとね、綾野坊いい人そうだもん。フランケンシュタイン。そうね。佐藤健はまあ悪くない。あとは痩せたピエール滝さんとかすごいいけそうな。ああ、そうそう。あの目の奥が笑ってない感じ。リーグランキーとかでもよかったよ。ちょっとバッキ、もっとバッキバキ感欲しいけど、肉体的に。ここはなんか期待していただいて。あと、デンデンとか。めっちゃ怖そう。デンデン、ハンチングもかぶったらいい感じで佐藤健。透明にしちゃえっつって。ちょっとまあ、味ももうちょっと見てないね。キャストがね、そういうのあれですけどね。まあでもすごい似てるなぁと思って。誰ですか？今年の9月末の、あれじゃん。踊る大捜査線の元広監督だ。漫画検索多いなぁ。じゃあ結構なポップな感じにしそうなイメージ。ちなみにこちらも東宝でございます。いやもう本当今日本映画はもう東宝さんに。脚本を書きたくないんでしょうかね。オリジナルが売れない。ネタがないんじゃない。いやでもやっぱこう、ある程度その、こんだけ集客が見込めるっていうのにならないと、こう、ファンがいる。お金が出ないんじゃないですか、そこは。なるほど。ぜひ私の漫画を、実写化、久保田正隆さん主演でよろしくお願いします。ちょっとね、いつかその、Kさんの漫画の話もお伺いしたいんですけどね。いつかね。で、ま、漫画業界の話ならできそうですか？漫画業界というか。業界というか。という仕事については意外とベールに包まれてたりするので、どんな生活を送っているのかとか、どうやったら漫画家って読めるのかとかね。まあまあ。学問では一生食べるから漫画家って言ってたから、私は漫画家とは自分のことを言わないんですよ。漫画家きって言ってます。でも絵を描いて、まあまあ。ご飯食べれるようになれば漫画家。食べれてるけど、うん、一生食べれたら漫画家って、バクマンでは言う。バクマンの定義なのか、それは。死なないと分かんない。うん、そう、死なない。その人が死んで、私が餓死したら、ずっと食べてたね、漫画でってなったら漫画家なんだよ。そう、それはちょっと寂しくない。だって、そんなこと言ったら死ぬまで漫画家名乗れないじゃん。まあ、バクマンの定義。バクマンの定義はそれでした。
バクマンの通りに漫画描いてたら嫌だからやめた方がいい。まあ商業作品、商業誌に載ったら漫画家と名乗っていいかなと思います。まあ僕もそう思います。あの、読み切りでも。読み切りでも、ストーリーを書いて、それでお金をもらったら、それはもう漫画家と言っていいんじゃないかな。プロかどうかは置いといて、漫画家では読んでいいんじゃないかなと思います。うんうんうん、私は漫画描きと。なるほど。まあ、名称は人それぞれ。そうですね。ハイパーメディアクリエイターみたいな感じで。マルチ。いや、あの、久保田さんの話ちょっとしてもいいですか？はい、どうぞどうぞ待ってました。大ファンなんですよね。大ファンですね。はい、今回はどうでした？最高でした。はい、久保田さんの、その、俳優久保田さんの魅力ってどういうところなんですか？入りきるところ。作品、役に。役に。うん、もうなんか、役、原作を食ってるぐらいの勢いで、やってるのが伝わるし、全身の筋肉を使って演技している感じがすごいです。じゃあ足が長い。意外と脱ぐと筋肉が。そう、それはすごい。それはエグザイルが好きだからかもしれない。エグザイル好きなんですか？エグザイル大好き。エグザイル自分好きなの？そう、久保田くんが。そう。あ、そうなんだ。へぇー。音楽が。なんか系統として、こうちょっとファンに言ったら怒られるのかもしれないですけど、森山未来さんの系統なのかなって思って。もう私は森山未来さん大好きです。あ、そうなんですか。そうだね。じゃあ同じ系統で間違いない。でもそこと全然比べたことなかった。いや、なんかあの、没入型の役者さんで、で、すごいなんか体が動ける人、動ける役者さんっていう。全体を使って演技ができる人。役者さんでも動ける人、動けない人もいるし、その役どころにこう入り込む人、ちょっと距離を置く人ってやっぱいると思う。彼はダンスをしてたので、体の動きが、あと、森山未来もダンスしてる。やっぱ体の動きが他の人とは違う。ダンスやってたり、舞台から来た人はやっぱ体を。マドさんのセリフ。マドさんが、大泉洋さんの役どころ。草場さんに、お前は、このドーナツを愛せるかって、食べ物を愛せるかっていう。私は久保田正孝さんがドーナツでも愛す。ちょっと何言ってるか分かんない。何言ってるか分かんない。ケンさんがクールになった場合にね。まあ、仮にね、自分と違う種族になったとしても。私はドーナツでも愛せる。でもどうかで我慢できなくて食べちゃう。食べちゃう。ドーナツ食べちゃうんじゃないですか。いや、そんなことないぐらい好きです。家で腐っててもいい。全然。食われたいし食いたい。まあでも、そういうね、確かに、出て食われるという愛はありそうだけど、ちょっと、その先だけど、西尾さんが。うん。まあちょっと途中で出てくる中ボスキャラみたいなポジションの人。人間の女の子。ああ、そうですね。あの、立教大学で。人間の女の子。いわゆる、交わりがあったというか。ちゃんと愛を。確かに。あれ、愛あるの？あるんだ。え、彼女でしょ？だった気がする。なんか原作ではね、彼女出てきてて、西尾さんの彼女いたんだ。じゃあ、悲劇じゃないですか。CG 持ってくるの。彼女目線だと。で、なんか最後に抱くみたいな感じで。あー。めっちゃバレ、ネタバレだけど、これ。ネタバレあるで、今日は。ネタバレありなの、大丈夫。なんか最後の決戦に行く前に、その彼女を抱く。最後に抱くみたいな感じで来た。そうやって言うとすごい綺麗な話だけど、ちょっと言い方変わるとなんか、死ぬ前に一発やっとくかみたいな。だってもう会えないかもしれない。そうだよ、会えない。そうだね。意外と情に深い人だった。だって、よかったよね、この役。まだ今日だよかった。私よかったと思う。そう、役どころはね、なんか、あの、旗から見ると、なんか単なるクソ野郎だけど。いや、なんかいい感じの、赤西仁さんにちょっと。ちょっとこう、上から行く感じが。なんかさ、マツケンっぽくもある。この写真とか、ハンの写真。あ、ほんとだ。え、全然顔違いません？ああ。映り方によっては、昔の松剣に描いてある。ほんとだ。確かに。よかったな。結構原作読んで、2巻までだとすげえ嫌なやつだなと思ったんだけど。映画だけだと嫌なやつ、すごい。いや、でもなんかすごい良かった、演技が。へぇ、なんか、容赦ない、冷酷な感じとかなんか。でも大好きな海君がボコボコにされてたじゃないですか。いや、それも含めて。よかった。海君がさ、こう、キュッと裾を掴むシーン、ちゃんと入っててよかった。無意識でもこう、友達を思うみたいな。彼を守ろうとする海君のけなげさ。あれは、見えてたのか、見えてなかったのかっていう、ね。ああ。それは原作を読んでからの楽しみなんですか？そこは、作
最後まで分かる。でも気づきそうだよね。一応勘の鋭い役じゃん、秀樹君は。それは最後を選んでくれー。でも私思ったのがさ、あの原作だと部屋の中ではあの出来事は起きてないから、うんうん、交通事故だったんだよって説明で秀樹君は確か病院に行くけど、うん、あれどういう説明したんだろうって思って。ね、私も思った。あ、説明つかんじゃんね。うん、てかもう音でさ、みんな笑って。そうそうそう。あんなんか、学校の中で。上位大学。上位大学。なんで俺運ばれたってなるよね。いやだからそこはまあちょっと甘かったなと。いやだからそこが、そのまあそういうところとか、なんか気づい、なんか都合悪いことが起こるとなんか目が覚めて次のシーンみたいな、うん、ところは、あのもうちょっとしょうがないところというか。映画的なちょっとまあしょうがない部分はあるけど。そうです。あそこはちょっとなぁ。まあそういうこう細かいところはね、まあまあまあありますよ。思ってしまいました。どこまでこのリアリティラインを捉えるかっていうところ。まあでもね、結構その物語の編集の仕方は結構うまいなと思う。だけどね、結構なんか、ハブくのもうまいし、ハブ板も別のシーンとくっつけてたりして、うん、編集の仕方として。でも1割しか切ってないって、本当に言ってましたよ。すごい。で、なんかセリフとかも、原作では、ここの出来事で言われたセリフは違うところで出てきたりとか、うん、ちょっとその時系列をいじったりとか、うん、その辺はでもなんか上手だったなと、うん。2、3通まで読んだ中でも感じた。あと思ったのは、あの CCG が使うこのクイーンズ。クイーン家ね。クイーン家。ケインズじゃない。ケインズ。あるじゃないですか。ちょっとこの、ナンバー2の使ってる武器がちょっとやぼったいなっていう。あ、もう。なんか、棍棒みたいじゃないですか。そう。ってか、なんか。元はどういうあれだったんだろうね。そう。だからちょっと、大泉洋さんが使ってるやつは結構なイケイケな強そうなやつで、彼なんか、結局でっかい棍棒やねんみたいな。回ってたよ。くもったさんと、鈴木くんが舞台挨拶の時になんかお肉食べに行く約束を したんですよって言ってから、うん、ケバブにしか見えなかったちょっとね、あのなんか先っちょの回転する、うん、なんか、うん、なちょっとチャッチー感じは 肉付き、な骨付き肉みたいなね、原作もこういう風なの、うんうん、でもしょうがない、じゃしょうがない、原作から梱包なんです、仕方ない、なんかこの鈴木くんのアクションはすごく良かったよ、それはもう劇団エグザイルですからねハイアンドロー、いやーよかった、8月19日バイクの日から公開よろしくお願いします、あの訓練してるシーンすごく良かった、かっこよかったね、かっこよかった、体鍛えたいな、体は素敵でしたよ、 LDH の LDH 系のね、正統派イケメンで、一方で久保田くんは後ろに背中にふみかちゃん乗っけて、カンフーのあの弱いものがこうあるあるカンフーで強くなる完全スタイル見た目はいいっていうやつですね、うん、スタイルもね、あのなかなかこれは何てやっちゃったんですか、鈴木信之、鈴木さんが劇団エグザイルの、はい、劇団エグザイルっていうのはそのエグザイルとは違うんですか、エグザイルの会社の中のその俳優部門、劇団部門がある、うん、別会社みたいな出てるよ、映画なんかちょっとね、あのついこの間正統派の、うん、あのイケメン俳優みたいな割と系譜を感じます、ね、そうです、ついこの間まであなたのことはそれほどっていうドラマで、あのそれ旦那さん役、そうです、あの不倫役、不倫する旦那役をやっており、久々のまともな役、言わんでいいこと言っちゃってやべってなる、そうですあんまりいい役をやったことがないので今回嬉しいですって言ってました、舞台挨拶で、ハイアンドローはいい役です、ハイアンドローは全員主役だからね久保田くんも出てるので鈴木さんと久保田くんはもう共演したことのある役でも最近 LINE を交換したらしい、まあ、誰と誰がですか、久保田さんと鈴木くんは、おなんかあの舞台挨拶でその小笠原海さんが久保田さんとなんか LINE してるんですよみたいな話をしたら、なんかファンからちょっと悲鳴が聞こえたじゃないですか、やっぱあれはファン的にこうヒャッてなるような話なんですか、やっぱこうなイケメンというか、うん、こう可愛い子たちが仲良くしてるのは嬉しいこと、キャッ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 しちゃう気分違う、またやっぱり海くんのファンとしてはやっぱりこうなかなか知名度がこれからっていう超特急の身であると、うん、だけで活動してるとなかなかそのね、うん、芸能界のいろんな人との交わりがない中で、うん、久保田くんというね大物とこうつながったんだ、仲良くなったんだみたいな、海くんよかったねみたいな、しかもなんかバラエティ番組とかでもすごい可愛がってもらってて、久保田くんに、うんうん、同じ事務所なんだけどね、うん、スターダストなんで、スタダなんだ、でもなんかいや超特急のメンバーのすごいのはね、人よりと超人柄がいいから、バラエティ番組とか見てると、普通の話になってるけど大丈夫ですか、その日出会った芸人さんとか。じゃあちょっと、この東京グールのそもそもの話をちょっとしたいんですけど、これなんで東京じゃなきゃダメなんですか？23
さん。ああ。その句なのこれ。埼玉グールじゃダメなんですか。埼玉グールじゃん。千葉グールじゃダメなんですか。群馬グール。群馬グール。群馬グールはそういう化け物っぽい。確かに。何テイクは何人区だっけ ?20 区でしたっけ、うん、本当だ。ここに地図があります。22区。東京なんだ。そうなんです。いや、これは地図がどう考えても東京じゃないですか。そう、その区って何の区なんだろうと思ったんだよね。これちゃんと。うん、あれ照らし照合してあって、はい、でも、その、お話の中で24区って出てきたじゃないですか。うん、でもここに24区ってあります？はい。やはり23区までしかない。24区ってなんだっけ？なんかすごい、吹き溜めのような場所な。そう、なんか行くところがなくなった人が。流星街みたいな。流星街みたいな。地図に乗らない街みたいな。なんか書いてあった。正式な区名ではなく、東京の地下に大量のグールが暮らしていると噂されている。なんかあの、あれ地下だって、地下。なるほど。読んでない。関連してる人たちというと流星街じゃなくてみたいな。なんか。何のやつ漫画あ、漫画でね。まあ、出てくる。なんだなんだ、そうそう。だから、その、でもなんか地下は出てくる。あの、トーカちゃんと金木が訓練してるのは、あれ実はあんま映画では説明なかったけど、喫茶店アンテイクの地下なの。うんうん。で、地下ここは何地下なのか、昔人間から隠れて住むために、昔の東京ルールから作った地下街を、一人で行くと迷子になるから、一人で行っちゃダメよって父さんも言うけど、多分そこに住み着いてんじゃない？それを24区って言うけど。見落とすぎてやばい。怒られますね。それすら知らない。というか、その説明はないかな、映画で。映画の話？いや、これなんかもう、東京っていう名前じゃないと、タイトルとして厳しいなってちょっと見ながらずっと思ってたんですよ。結構海外向けでもあるんじゃないですかね。うん、東京。京都じゃダメなんですか。京都グール。京都グール。大阪グール。東京グール。いや、東京ですよね。エヴァンゲリオンも東京だしさ。うん、自分たちの知ってる都会がちょっと違う世界っていうのはやっぱワクワクするじゃん。ディストピア系の SF とかも。東京ドライブも東京だったしね。やっぱちょっと。あれ良かったですね。東京という都会が大事なんで。象徴的な都会が、ちょっとこういうダークな世界で描かれるっていうのを。好きなんだよ、みんな。でも、お前はまだ群馬を知らないもん、めっちゃ面白い。あ、そうなんだ。あ、映画なるね。マミヤ翔太郎君。マミヤ翔太郎君。あれも実写化するんだ。え、あれもしてるよ。してるよ。ドラマ5話やって、そうなの？で、映画化。映画化そうなの？映画やってる、ね。めっちゃ面白いよ。マミヤ翔太郎さんも最近よく見かけますけど。大好き。マミヤさんはとてもいいよ、ね。定地の国の。定地の国のマミヤ君、最高だったな。久保田君とも出てるよ、今。あれか、僕たちはやってないみたいな。いや、僕たちが。僕たちがやりました。逆、僕たちがやりました。それでは僕はやってない。あれ、僕漫画すごい好きなんですけど、ちょっと暗いからあんまり人に勧められないんですよね。暗いの？結構でも。いや、笑えるところもあるけど。テレビは明るく作ってない。ドラマ見よう。面白い。あんまり。なんか漫画のテイストはね、割とこの、なんか笑えるんだけど、可愛く、なんだろう、こう。面白いんだけど、なんかその裏で悲惨なことが起こってるから。なんか青年誌って感じだよね。そうそう。心の底から笑えないみたいな。少年誌ではない。辛い。大泉さんの悪役も嫌いじゃない？すごい良かったな。もう何役でもできるんだな。最近すごい役幅を広げてるね。真田丸もすごい良かったんだよ。ちょっといつもさ、おちゃらけた役が、まあもともとコメディアンでした。コメディアンというかコメディ俳優だけど、真田丸はおちゃらけじゃないけど明るい性格の弟と正反対の真面目な、でもちょっと不器用なお兄ちゃん役もね、すごい良かった。今回も良かった。結構こう、握るな笑顔できる。草ちゃんはみんな良かったですね。相田翔子さんがすごい。相田翔子さんなんか悪くない、変身してからの老け感がいい。あ、そう、あれはなんかどうしちゃったんだろう。いや、あれはあえてそうしたんじゃない。あれはなんか CG をミスったのかな。あの、グール化してからの、おお、どうした、一気に年が来たぞ、みたいな。どうしたってな。そう、エネルギー使っちゃったのかな、グール化みたいな。美しいよ。でも相変わらずなんかね、いい声されてるなって。少女感があって。ひよりちゃんもすごい良かった。ひよりちゃんもいいよね。あと、なんか今回その、そのエンドロールを見ながら、この人出てたんだみたいな人結構いたなって。ダンカンとか？ああ。でもダンカンさんは割とガッツリ出てたんで。あれなんですけど。そう。なんか最後、エンドロールでなんかメインどころがあるじゃん。要するにセリフがちゃんとある人たちが流れた。あとの大物の佐々木希さんの手前ぐらいに出る人たち。この辺じゃなくて。その辺じゃないですよ。どれだろう。そう。それはなんか次回作でもしかしたらこう出番がある人たちがいるかもしれない。主題歌が良かった。誰？あれだよ、君の名はの、全然前世の、ラッドウィンプスさん。野田洋次郎の一人名義の、はいはい、ああ、そうなんだ。
誰だろうと思ってた、あれ。野田さんは多作ですね、本当にね。なんかすごい作品を読み込んでいる人なのか。うん。なんか、もう一回ちゃんと聞こう。素晴らしい。結構耳に残るメロディーだなとは思いましたけど。なんか、アニメも、アニメは TK from 凛としてしぐれが主題歌やってたんだけど、はい、それと全然違う感じで、両方いいんだけど、載ってたけど、私映画の方が。グラビアアイドルの子だった。グラビアアイドルだった？あ、グラビアアイドルの子、なんか。いや、あの、わかりやすいところだと、テラスハウスに出てたから。テラスハウス。テラスハウス。って結構有名な。あの、服屋のシーンで、あの、え、本当に、本当にこれをグールが買ったんですかみたいな。あ、店員。演技下手だな。そうそう。いや、じゃあ、あとはね、この、トマル。トマル。うん、ああ、トマルサーヤか。そうそうそう。グラビア、うん、そう。グラビアばっかりやん。すいません、失礼しました。やっぱりヤングジャンプだからグラビアの子引っ張ってこられるんですか？その可能性はあるかも。どうなんだろう。女の子、でもそんな出番あったほか。いやいや、この子に関しては、どこに出てたんだろうっていう感じで、エンドロールで出てきて。彼女役じゃない？その可能性ある。いや、でもそれは、それはさすがに、グラビアでもこれさせないでしょ。だって、今後めっちゃ重要なキャラになるよ。で、顔出してないからさ、この。ああ、そっか。体のラインだけ見してみたいな。なんとも言えんけど、今後使うなら、まあ、可能性はあるかな。可愛くなってくる可能性はある。なるほど、その可能性はある。そういうの良かったね。跳躍でよく配役してくれた。跳躍じゃないでしょう。いや、重要だね。重要だけど、ずっと主人公と一緒に続ける。確かに出てくる。見事な配役。でも、あの、前半のその最初の投票シーンで初めて蒼井優さんを、こういう言い方していいのか分かんないですけど、色っぽいなって思いました。初めて思ったんですか？初めて思った。いや、やっぱ今まではなんかそういう対象じゃないというか。性の対象ではないっていう。そう。性なる方が性だと。性純なやつ。そう。なんか結構、聞きがい見てみた役な。出た最近、うん。最近割と、それこそ役幅を広げる感じ。小泉さん、今後出てこないの？いや、わかんないですよ。また、復活するかもしれないですか。死んだよ謎の力で復活するかもしれないじゃないですか。じゃあ最後、ここら辺で締めましょうかね。なんか話し足りないこととかあります？ハイアンドロー。ハイアンドロー激推し。8月19日。よろしくお願いします。お盆明けじゃないですか。グールに出てる人たちが。あの、金木役、アモン役、ヨモさん役。あ、そう、ヨモさんは何の役者さんなの？ヨモさん？ホワイトラスカルズの。5つチームがあるんですけど。何のチームですか？LDHK の。メンズモデルなんだ。うん、あれハイアンドローの話でいいって許可が今降りたんで。いいですか？いいですか？それはちょっと次に回して。次に回して。あ、確かに。それぐらい。3時間、3時間。その時にそれはそれでやっていいですか、ね、やった方がいいよ、別で。だってこんなになって確かに。はい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 。そうですね。8月19日に映画がやる前に、Hulu とかで、うん、あのドラマが視聴できるので、ぜひそちらを見てから見ていただけると良いのと、8月11日に金曜ロードショーで、はい、ハイ&ロー、ザ・ムービー・フロム・レッド・レインという、あの、ザ・ムービーって映画の次の2個目の映画が、うん、金曜ロードショーで流れるので、うん、ぜひ、斎藤匠が出てくる。ちょっと質問していいですか？はい、どうぞ。去年やってた、はい。ハイアンドローは何だったんですか？あれザ・ムービーとレッド・レイン。二つやってた。二つやってた？二つやってたんです。あの、皆さん、あの、シン・ゴジラでちょっと気づいてなかったと思うんですけど、二個やってたんです。あ、そうなの？そうなの？ちょっとスピンオフ的なので、レッド・レインっていう。レッド・レインはね、あの、ちょっと脇の、ちょっと細かい話なんですよね。スウォード地区以外の。もうちょっと、専門用語がわかんない。天宮兄弟という。天宮兄弟。あの、ちょっと二人にフォーカスしたお話なんですね。なるほど。ザ・レッド・レイン。そうなんです。じゃあ、端的に、あれじゃないですか、あの、ハイアンドローの魅力をこう、まあ、難しいと思いますけど、一言で言うと。日本映画の頂点っていう話もあるんですけど、えらいでかいですね。あ、キャラ萌えする、非常に。はい、非常にします。全員主役っていう、あの、コピーがついてるぐらい、全員のキャラがめちゃくちゃ濃いんですね。で、まあ、東京グールとの関連性で言うと、中二的な要素がすごく多い。あの、いろんなね、キャラがいるので、どんなキャラをね、あの、楽しめるっていうところで、
いい。あと、おしゃれ。ね、あ、美術が素晴らしいし、日本に4台しかないカメラを使っているという。ダークダイ結構ちゃんとしっかり映画。そうです。そうです。LDH の、 あの資本が絡んでる映画は、映画制作の現場にいる人たちがとてもいいお弁当が食べれるっていう。お金持ってるの？とてもお金を持って。お金かけれるんだ。やっぱ、払ってますから。払ってますので。スタッフにそういうケアができてた、本当に。そうなんです。モチベーション的に大事だと。素晴らしいスタッフを集結できる力があるんです。あの、ちゃんと、あの、なんだっけ。エキストラ？あ、エキストラさんにも、いいお弁当が。いいお弁当が出ます。珍しいですね。なかなかエキストラさん。いいモチベーションで。お弁当出ないですよ。いい、あの、福岡じゃない、九州か。九州でロケをやってた時に、いいお弁当が出るけど、男の人しか行けないので、ハイ&ローの。女性ファンが。女性ファンが、男の人お願いしますって言って、ツイッターでリツイートしてたのが、よく。ケイさん大丈夫ですか？苦虫を噛みつぶした顔してますけど。群馬でもロケしてたんですよ。そう。でもね、男の人じゃないから行けなかったですよ、ね。ああ、行けなかったです。そう去年応援上映とかやってましたよね。やってました。行きましたね。行きましたね。行ってますね。はい、応援されました。応援しました。ちょうどね、あの、セラーキー落ち着いて。私でも応援上映じゃないやつで見て、かっこいいって普通にポロって言っちゃったんですよ。じゃあまあ、あの、見ないとな、東京グールが面白いと思った人には、ぜひおすすめな作品かなっていう。ドラマからちゃんと入ってくる。と、あの、ケイさんは言ってるんですけど、個人的にはザ・ムービーっていう映画の1個目の方を見てからでも楽しめます。それは女子だけ。女子女子だけ。長いんだよね、ドラマ。ドラマ見ないと。入り口を低くするっていうのはね。そうですね、入り口、あの、時間がない人は映画の1個目からで大丈夫です。時間がある方は。久保田くんが出てくるところまで、Hulu で配信してますね。じゃあ私も告知いいですか？はい、どうぞ。告知。今回の東京グールで、小笠原海くんが気になった人は、ぜひ彼のダンスも見てほしい。あ、本業の方の。本当にね、色っぽいんですよ、彼は。ステージの上では。で普段はクールキャラなんだけど、ステージの上ではね、もう、すごいいい笑顔をする。超特急の方ですね。超特急のライブ動画をぜひ。いや、完全にもう東京グルの話から推しの話になってグルファンの人すみません。まあ、ね、推しから入っても、まあまあ楽しめる。楽しめるかなっていう。いや、非常にクオリティが高かったと思います。面白かったです。まあ、もし見てない方がいたら、ネタバレはいろいろしたかもしれないですけど、その上でも、全然まあ、原作読んでも楽しいっておっしゃってたんで、ぜひ見に行っていただけると、夏休みの間だけですかね、上映してるのは。うん、おそらく。大体1ヶ月。そうですね、1ヶ月ぐらいで、どうするかしらです。劇場で見た方がいいですか？そうですね、久保田くん。やっぱり、そう、ドアップでね、久保田くん。演技をね、体の動きを。動きを。堪能できる。まあ別に私以外見なくていいんですけど。なんてこと。見てほしい気持ちが。いや、そのみんなが見ないと次がいかない。そうです。次頑張ってほしい。いくらスタッフが。愛する気持ち。あ、私だけがしてほしいけど、もっと作品、彼が出る作品が見たいっていう。おいおいしそうにハンバーグを食べるシーンもあるし。海君を。5回も食べたって。海君を。久保田くんが舐め回すシーンは必見だね。あのシーンすごかったですね。あそこはもうまた久保田くんのね、またアドリブだっていうのが素晴らしい、ね。そうなの、なんかベロンベロン言ってました、ね、あれ良かったよ。ベロ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 。良かった。素晴らしい。あのシーンは良かった。というわけで、ぜひ、あの、お聞きになって見てない方いらっしゃいましたら、ぜひ、あの劇場に足を運んで、貢献してください。あの、ご鑑賞してみてください。映画館で。じゃあ今日はこんな感じでよろしいですかね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日は、一郎さんと、ケイさんと、メグさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは皆さんまた次回。ありがとうございました。また